はい、ありがとうございました。君色特急をお届けしました。バロテの、ね、カバーアルバムではもちろん、バロテのお二人が、ね、素敵な演奏をしてくださってるんですけれども、私の方は歌入りで、何を当たり前のことしてる感じですけど、歌入りの CD もありますので、ぜひ両方手に入れていただいて、こう聴き比べしていただけたら、アレンジも結構違うので面白いかなと思います。はい、ぜひ手に入れてみてください。君色特急、そうです、今のバージョンは私の方では CD にはなって、今のバージョンの CD はないんですけど、アコースティックアレンジにこちらまたなってるので、またちょっとね、特急の感じじゃなくてちょっとゆったりとしたね感じになってますけど、それもまたいいかなと思いますので、ぜひいろんなタイプで楽しんでいただければと思います。 Pieces of Love という、アコースティックアルバムの中に収録されています。君への特急でした。ありがとうございました。それでは、このステージ次の曲で私は最後になりますが、その前に CD があります。8種類全部であるので、500円から3000円のものまであるので、ぜひ揃えてね、コンプリートしていただけたら嬉しいなと思います。そして、今年の2月11日の、セラビとナナコさんのバースデー、ライブの DVD も、追加で持ってきておりますので、持ってない方はぜひ手に入れてください。そしてあと T シャツがですね、もう残りがわずかなんですね。M サイズのみなんですけど、多分あと3着ぐらいしかないので、迷っている方はお早めに手に入れてください。そしてもう一つ、12月5日にですね、私の定期的にやってるちょっとこじんまりとしたイベント、ワンマンイベントがありまして、秘密の歌会というのがあるんですが、ボリューム11が開かれます。場所は新宿ナビカフェというところで、ちょっと遠いんですけれども、20名ちょっとで、ワンマンライブをやるんですね。で、そこに向けて、申し込み制になっていまして、抽選で20何名に決まるんですけど、抽選ということはですね、20何名以上申し込みをいただかないと成立しないわけなんですね。そうなのでなので、たくさん申し込みいただいてるんですけど、まだの方はね、ぜひね、その抽選かいっかっていう感じではなくてね、少しでもこの当たる希望にね、かけていただいて申し込んでいただけたら嬉しいなと思います。申し込み用紙は下に置いてあるし、私も直接渡ししますので、書きたいという方はぜひ行ってください。はい、このイベントでは本当にいろんなことを今までやってきて、面白かったのは、一人一人にリクエストをですね、紙を書いていただいて、それをくじ引きで次の曲を決めるという、すごい私にはスリル満点のことをやったりとか、そうなんですよ、そういうことをね、やると結構昔の曲とかも出てくるから、すごい間違いまくりながら歌ったりする曲もあって、そういうのもね、そういうこじんまりワンマンだからできることかなと思いながら、毎回いろんな企画とかカバー曲とかもやりながらやってますので、ちょっとね、場所が新宿でちょっとここからだと遠いけど、素敵なカフェでやります。ご飯も美味しいので、ぜひ申し込んでいただけたらなと思います。そして磯谷人奈々子さんのワンマンライブね、桜木町です。皆さん桜木町行きますか？皆さん、あ、行く？結構行くんだ。なんだ、そうなんだいや、私あんまり最近行かないので、なんかその日を楽しみにしてるんですけど、私もスタッフで手伝わせていただきます。はい、でワンマンライブ、コーラスの方がね2人入るということで、それが素晴らしいんですよね。もちろんバンドメンバーもみんな素晴らしいんですけど、そうなので、きっと素敵なステージを見せてくれると思います。チケット持ってない人いるよね、きっといるよね、いるよねぜひね、手に入れていただけたらいいなと思います。東北とつながる、福島とつながるイベントでもあるので、私もして事務所一丸となって東北支援にはね、すごい力を入れているので、ぜひ達成していただいて、福島の方々にね、素敵な声を届けられたらなと思いますので、ぜひチェックしてください。そんなわけで、このステージ最後の曲は、
福島のその小野町の、ご当地グルメの曲を歌いたいと思います。それではあこれも CD になっております。小町アイスバーガーの歌を聴いてください。とろけるチョコ